自分かけるプランニングかける行動イコール結果でしょう。っていうことは、自分の価値が低いと思っているときに行動をとると、その結果は自分の価値が低い結果になっちゃうのね。私にはその価値がある、その許可があるんだっていうね、私は悪くないんだっていう、そこの自分のね、価値を高めていくとね、今度行動が変わってきて、で、そのあなたが自分に呼ぶ結果がすごいハイフリクエンシー、すごいハイバイブレーションというか、すっごい豊かな結果がそのあなたから生まれていくわけなんですよね。Hey you guys, thank you so much for checking out this video. はじめまして、こんにちは。久しぶり、クリスと申します。今ね、サンタフェ、ニューメキシコ州からこのビデオを撮影させていただいているんですけれども、ちょっとですね、僕は本当に今時代が変わってきている。ね、やっぱり風の時代って呼ばれたりとか、今本当にシフトが僕たちの世界に今リアルに来ているんですよね。例えばコロナで、ね、昔はなんか毎日その事務所に行って働いていたっていう方たちが、今お家で働くっていうことが本当にリアルに可能になって、例えば週1回とか2回は事務所に来てねみたいなとか、お客さんに会う時は事務所に来てねみたいな感じなんだけど、他の時は別に事務所で働かなくてもいいよっていうか、逆に事務所で働かない方が安全だよっていう感じで、でリアルに同じ給料だったんだけど、ちょっと都会からちょっと離れているところとかに行って、同じ家賃、同じお金でお家、もっと広いお家を借りたりとか、やっとその夢のようなお家を購入して、でもっと自然に近いところとかね、でスタイル、働く時間も自分で合わせることができて、その辛い通勤っていうのをがなくなったから、もっと仕事に時間つけるし、もっとエネルギーがあるし、もっと考え方がフレッシュになって、ワクワクと幸せが広がって、で今度会社もなんかそういう家賃とかをコストセーブすることができたから、売上が上がってくるとか、なんかすごい、なんか、マジっすかみたいなのが今起こってる時代なんだよね。でね、ちょっと僕、マンスリーオンラインサロンみたいなのをやっているんですよ。オンラインサロンっていうかね。で、先月に、レッスンをやったんですよね。ズームミーティングでみんなで会って、ワークを一緒になんか質問して、みんなで質問答えていって、で今度別れてお話しするとか、そういうのをやってたんですけれども、ちょっとね、今時代がどう変わってきているのかっていうテーマをお話したので、結構内容が良かったので、ちょっと皆さんにこれをシェアできればなと思っております。で、安全してください。名前とか、中に入っている人の声とか、名前は出てきませんので、ちょっと僕のレクチャーの部分だけを皆さん、ちょっと見ていただければすっごい嬉しいんだよね。で、ポイントは、ね、ずっと努力をし続けないといけない。もっと成功するために、もっと人生をうまくするために、努力を続けないといけないっていうこと。その考え方より、今はもっと、なんか、おそらくあなたにもっと合うような考え方が今実際にあるんですよね。それについてお話ししていますので、I hope you enjoy this video. やっぱその自分のビジョンに向かっていく、ね、例えば僕の場合だったらビジネスを立ち上げるとか、ね、新しいコースを作るとか、ね、そういうことって自分一人でやっていると結構難しい時があるんですよね。例えば、忙しいからやらなかったとか、怖いからやらなかったとか、自分にはこれができないと思って行動を止めたとか、で結構そこで引っかかっちゃう人たちがいっぱいいると思うのね。自分も含めてそうなんですよ。でも、自分の仲間に僕はこういうのを夢として持っているんだ、こういうことをリアルにやっていきたいんだって仲間に言うと。で、来週はこれをやる予定なんだって言って、で、フォローして、いや、これできなかったんだよねって、なんでできなかったのって言うと、こういうことがあったんだけど、じゃあもう一回頑張ってみようって言って、じゃあやってみるって感じで、そういうふうにやっている方が、ね、自分の行動力が上がる。ね、行動力が上がると結果がついてくるっていう、これが論理だったんですよね。今の話が結構この論理的な話でね、すごい筋通ると思うんですけど、ちょっと、このピアノの話っていうか、ね、その波動の話、ちょっとそのニコラス・テスラが言うように、全部を波動とかエネルギーとか周波数、ね、で見ていくと、今の話、ね、をやっていくところに、実はすごい罠っていうか、落とし穴があったって僕気づいたんですよね。
ね、この行動をして結果にたどり着くことによって自分の人生を変えていくというのは、論理的には普通の学校とか普通のコンセプトから考えると全然 OK なんだけど、リアリティで本当に考えていくと、ね、一つ落とし穴があるのね。で、この自分っていうものがあって、その自分が行動プランニングをやって、で、行動を取ることによって、ね、ミーかけるプランニングかける行動イコール結果、結果イコール幸せっていう、これをフォーミュラにすると、一つ忘れていることがあるんですよね。で、それは、このフォーミュラは、ね、自分かける行動かけるイコールでしょ。だから自分かけるプランニングかける行動イコール結果でしょ。っていうことは、自分の価値が低いと思っているときに行動を取ると、その結果は自分の価値が低い結果になっちゃうのね。もう一回言うね。自分の価値を上げたい。自分の人生を幸せにしたいんだったら自分の価値を上げるとすごい幸せになれるのね。これちょっと話すんだけど。ね、自分の価値を上げていく。I am good enough. It's okay for me to be happy. It's okay to be loving.ね、今私の状態で、ね、愛っていうところにつながって、感謝っていうエネルギーにつながって、人を尊敬する、人をリスペクトする、ね、人を許す、人をサポートするっていうことは今やっていいんだ、私にはその価値がある、その許可があるんだっていう、ね、私は悪くないんだっていう、そこの自分の、ね、価値を高めていくと、ね、今度行動が変わってきて、で、そのあなたが自分に呼ぶ結果がすごいハイフリクエンシー、すごいハイバイブレーションというか、すっごい豊かな結果がそのあなたから生まれていくわけなんですよね。人を尊敬する、ね、怖がらない、やりたいことを本当に少しずつ動いてみる、ありえなかった行動、ありえなかった未来がね、こう、そのあなたが変わっていく、自分に価値があるんだっていうことを理解できるようになると、そのチョイス、その可能性、自分はそんなの無理なんだ、やっちゃいけないんだ、怖いんだって思っている自分には絶対来ない可能性を取れることができるから、行動として。だから結果、あなたが自分に呼ぶことが絶対高い豊かなものになるっていうことですよね。これ分かるよね。で、普通に考えちゃうのは、ね、ここが味噌なのね。お味噌、お味噌。自分が行動をして結果をゲットすることができたら自分が豊かになれるんだっていう勘違いなのよ。ね。ね。自分が行動を取らないといけないんだ。我慢してやりたくないかもしれないんだけど、きついかもしれないんだけど、行動を取って、で、その行動を取らないと自分が望んでいる豊かな未来が手に入らないんだっていうのは、実は違うのね。ね。豊かな世界っていうのは、自分の恐怖が感じにくい、恐怖がない世界。ね、お金があるかお金がないかっていうことじゃなくて、お金があってもお金がある時、めちゃくちゃある人より少なくても幸せでいれる。お金がないとダメなんだっていう恐怖がない。今人生で足りて生きていけるんだ。安心してありのままの自分で生きていけるんだっていうのが、今の行動をとって結果をゲットしたら自分が望んでいることなのね。ね、だからその自分の本当に望んでいることに行きたいんだったら、自分のセルフワース、自分の自尊心、自分の価値観を上げていくっていうのが大切になるんだけど、何を僕たちは普通のこの大学に入るために努力するとか、仕事をいいゲットするために、ね、好きなことで仕事でできるためにゲットするっていうのは、行動しないといけないんだ。いわゆる今の自分のままだったら行動しないといいことは手に入らないんだっていう嘘がまず一つ。で、次がここで危ないのは、もっと行動を取らないとうまくいかないんだっていうことなので、今度行動を取らない自分がいると自分の価値を下げるのね、自分で。なぜかっていうと、あなたの世界の論理は、
ね、この筋でいくと、この世界の論理は、行動して結果をゲットしないと幸せになれない。価値が上がらない。なので、行動しない自分は価値が落ちるんだ。価値がない自分。価値があったら行動してるから。わかる？だから行動しない自分が嫌になっちゃうわけよ。で、自分をリスペクトできないのね。自分を尊敬できないのよ。なぜかっていうと、あなた自分自身で自分に決めたルールを破っているから、自分を尊敬できない。だから自分の価値が降りるわけよね。波動が落ちちゃうわけよ。OK？ それだけじゃないの。それだけじゃないの。3つ目の理由っていうのがあって、今度行動しないといけないなっていう形で自分に鞭を打って、行動をとって実際に結果にたどり着いたら、なんとね、あ、ごめん、今パトカーかなんか消防署がすごいうるさいんだけど、あ、止まったね。 OK、 この行動をとって自分が望んでいる結果にたどり着くことができたね。例えば好きなことを仕事にしますって言って、ね、最初は本当に好きなことで生きていけるのかわからない、収入が入るのかわからないって思って本当に不安の毎日で、で行動しない自分がいると本当にもうため息踏んで、自分はダメなんだって言って、やっぱり自分の夢は叶わないんだ、自分はダメなんだっていう本当の地獄の絶望感みたいな、幸せになれないんだ、私は辛いことで生きていかないとダメなんだっていう絶望感と、毎日毎日向き合いながら鞭を打って行動をやって、やっとちょっとずつ好きなことを仕事にやって、収入が5万円入ってきたと、ね、でちょっと10万円になってきたと、ね、でこの10万円で足りるかって言ったら、10万円だったら足りないかもしれないから、もっと行動しないといけないって、で今度この10万円が20万とか30万円になるわけよ。で今度この30万円がガクって減ってきたら、どのぐらい怖くなると思う？行動して自分がゲットした結果が変わってきて、ね、収入が30万に好きなことで入ってきたの、これがまた10万と20万とかに落ちてきたり、18万、15万に落ちてきたら、どのぐらい怖くなると思う？もって、どうするかっていうと、もっと行動しないといけないんだって思うわけよ。なぜかっていうと、あなたが幸せになれた理由は行動をしたから。だから、あなたは知っているところ、ヒストリー、ね、その成功パターンに戻るでしょ、自然に。だから、もっと行動しないといけないんだってなって、今度、行動してるんだけど、収入がついてこないってなると、もっともっともっと行動しないといけないんだって言って、結構それは残酷な生き方になると思わないかな。ね、でこれが30万になって、で今度100万になるかもしれないんだよね。でも100万でもまだ足りないっていう感じになるわけよ。ね、1000万でもまだ足りない。1000万になってもまた1000万がなくなるかもしれない。わかる？収入、好きなこと仕事にできたら永遠に収入が入ってくるわけじゃないんだよ。上がってくる月もあって、下がる月もあるんだよ。その時あなたがどう入れるかっていうと、まず最初にやっていかないことは、自分のハートのガソリンを満タンをできるようなスキル、その真実、その事実を学んでいくっていうことが大切なんじゃないかなって僕は本当に感じているんだよね。ね、だからちょっと今日のテーマがね、こういうことになっていくんですけれども、今日のテーマは、キーボードはリスペクトっていう形でやりたいなと思っております。リスペクトなんですよね。ね、今日のキーワードはリスペクト。で、どういうことかっていうと、ね、本当にこれ幸せになるコツだと思うんだけど、ありのままの自分、ありのままの他の人を尊敬することなのね。で、ズバリね、どういうことかっていうと、ぜひ今みんながなんかこの星で生まれて地球っていうところにみんなが来ている、なんかもうね、ハリー・ポッターみたいな、マジカルな、不思議な、なんかすっげえクレイジーな学校だと思ってもらいたいのね。この地球でこの人生をちょっとだけ想像してもらいたいのが、このワイルドな宇宙にあるなんかユニバース学校みたいなところだと、ちょっと一瞬だけ想像してもらいたいのね。で、ね、で、そうすると学校って、例えば僕の子供は1歳半なんだけど、18ヶ月かな、やっぱ数学わからないわけよ。ね、2プラス2は4よって言ってもわかんないわけよね。で、今度、じゃあ、例えば、小学1年生の人が2プラス2は4だよって分かっても、ね、いきなり、じゃあ、7200×642 は何だとか、小学1年生に言ってもわからないわけよね。ね、この、なんか、やっぱりその大学レベルの、
ね、アドバンスな数学っていうのは小学生はわからないわけよ。ね、だからもしこの人生っていうのが、ね、学校だったら、ね、まだ若い幼稚園とか小学校とかに行って、魂のクラスルーム、魂の勉強をしている魂たちがいるわけよね。ね、で、その教室、わかる？は、あなたがいる教室と違うんですよ。今、僕たちがいる教室と違うのね。で、例えば、暴走族の教室っていうのは、ね、例えば高校生で、なんか、ね、両親が離婚してとか、お父さんが亡くなってるとか、お母さんが亡くなってるとか、で、お母さんも本当にアルコール大変な人生生きてて、アルコールいっぱい飲んでて、子供の時にいっぱいいじめられて、友達がいなくて、で、高校も受からないみたいな感じで、ギリギリ高校卒業できた、大学なんて行かない。で、仲間は、やっぱりそういう、なんか、ね、暴走族の中身で、でもその中には愛がある。厳しいんだけど愛がある。で、その中では自分っていう存在を尊敬してくれる仲間たちがいて、上司ね、その先輩もいて、で先輩もチャンスをあげてくれるし、後輩も自分のことを尊敬して、ありのままのその自分として、その暴走族の族の中で生きていける。でもなんか毎日なんか石をパトカーに投げたり、パトカーと戦ったりとかね、ヤクザが現れてきたりとか、人をぶん殴ったりとか、そういう経験をしていると。で、その人にはその教室っていうところがあって、そこからその人が学んでいる人、その何て言うのかな、大きい視点から見ていると、その人は順調に学んでいるんだよね。順調に学んでいるわけよ。ね、で、我らはその人の教室と、その人の今学んでいることを尊敬してあげることができるのね。あんた本当にできないやつだねっていうのは誰のためにもならないわけよ。なぜかっていうと、あなたがいる教室はもっとアッパールームの人たちから見ると、ひょっとしたら暴走族のレベルの部分もあるかもしれないわけよね。間違いなく僕はまだ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 本当にガキみたいな、本当に僕はまだ悪み、まじまじそう、全然できない自分とかあるわけよ。まだ僕はそういう教室に本当に自分がいるんだよね。ね。で、その人を尊敬できるようになると、自分の教室、自分がいる自分がいるレベル、あなたの今のあなたを尊敬できるようになると思うのね。人を尊敬できるんだ。自分が尊敬できないと他の人を尊敬できないわけよ。わかる？だからあいつできないなとか、あの人本当にできないよねとか言っている人は、自分のことをできない人だって思っているから、他の人をできない人だって言っちゃうわけよね。このできない人がぴったりなクラスルームにいて、ぴったりな学びがあって、ね、大丈夫なんだって思った瞬間、その人はできない人じゃなくて、そこにぴったり合う人なんだ、勉強している人なんだ、学び中の人なんだ、私も学び人の中なんだって。で、お互いリスペクトができるわけよ。するとできない自分を許せるようになって、今の自分のレベル、ありのままの自分で今この教室にいていいんだっていうことができると、今度愛が開くのよ。わかる？愛っていうのは自分がダメなんだって思うと開かないわけよ。行動しないといけないんだ。もっと努力して次のレベルに行かないんだ。今のままだったらやばいんだ。もっと動かないといけないんだって思っていると、あなたの愛のドアをなんか閉めてんのね。なんか水道が流れるでっかい愛の蛇口みたいなのがあったら、ホーズみたいなのがあったら、それダメなんだっていうのが扉閉めちゃってるわけよ。今、ここにいていいんだ。ね。その暴走族の方は、ね。彼はそこで勉強していてぴったりな教室にいるんだ。ね。私もぴったりの場所にいるんだってなると、この許しの愛っていうか、大丈夫だよって言って、他の人を、ありのままの他の人を尊敬できる、愛せるようになる。すると自然に自分も愛せるようになって、あなたがピカピカ輝いていると、これが本当にティンカーベルのおりんみたいにね。あなたの幸せな波動が他の人を許して、他の人がもっと頑張らないといけないんだけど、あなたがニコニコしてその人を許してるから、何なの？こんなに頑張らなくていいの？なんか何も言ってないんだから、あなたがニコニコして愛してるよ、みたいな感じで、なんかよう分かんないけど認めてあげてる、この魂の波動のレベルでね。そうするとその人もリフトされるわけよ。ね、それがやっぱ波動エネルギーっていう感じなんだよね。Alright。なので今日のキーワードはリスペクトでございます。Alright。じゃあね、今ちょっとお話をさせていたので、このような、ピアノの音、
このような波動でいつもいるんだったら、やっぱり自分が求めているっていうのはこういうところだと思うんだよね。だからそうやって自分を豊かにしたいんだったら、まずその豊かになったら自分は何をするのかっていうと、おそらく自分を認めて足りるんだ、大丈夫なんだっていうところに行くんだよね。で、実はそれは現実がね、普通の場合は現実が変わったら自分を豊かにしますっていう感じなんだけど、リアリティっていうのは逆で、自分の心が豊かになったら現実が豊かになるんだよね。なぜかっていうと、現実が豊かでない状態で、あなたがもっとこういう低い波動でね、いろいろやっているんだったら、ね、こういう世界にいるんだったら、ね、あなたが本当にそう感じている、私は足りないんだ、私はできないんだ、怖いことをやらないといけないんだ、あの人断れないんだっていうことをやっていると、自分自身の行動が変わってくるから、本当に豊かなあなたが選ぶ発言行動が見えないっていうか、可能性がないんだよね。で、自分を豊かにすることによって、本当の自分っていうパワー、自分のパワーとかを知っていくことによって、本当の自信をつけていくことによって、私はこういうこのような音の行動を選択しないと、人を攻撃するとか、怖いからやりたくないことをやるとかね、本音として断っていいんだ、私にはそれを断っていい価値がある、信頼していいんだ、大丈夫なんだっていう感じで、今度もっと自分の波動が高い、ね、もっと愛が入っている行動と宣言とかを選択、チョイスできるようになるから、今度その結果が、ね、あなた自分でそのゲットできるようになるんだよね。同じピアノなんだけど、オクターブが違うだけなんですよ。で、高いオクターブで行きたいんだったら、自分を高いオクターブのものとして、リスペクトして、ね、愛を持って生きていくと、すごい意外と簡単に上がってくるんだよね。うん。Alright. じゃあ、ちょっとね、理想の、理想の未来のための目標リストっていうのをみんなに書いてもらいたいんですよ。で、ちょっと、音楽、かけますので、インスピレーショナルカームの、うん、ちょっとこれ、アラモーカっぽい音楽を3分かけるので、タイマーつけるので、これゴールデンウィークのね、方たちは、ちょっとなんか、またこれやるのって思うかもしれないけど、ごめんね、ちょっと3分だけなので。で、目標リスト、自分のね、どうやって生きていきたいのか、ね、自分の本当に求めている結果、ガチ、あなた何が必要なのとか、本当に何が必要なの、そういうことも考えて、ぜひですね、3分間音楽をかけますので、自分が本当にゲットしたい未来のなんか目標リストみたいなのいっぱい、ね、いっぱい書いていいから、ね、その3分ほどね、やっていってください。All right. それでは音楽とタイマースタートします。クリス、音楽スタートしてください。はい、ロジャー。ちょっと待ってね、音楽流れるかな。聞こえる音楽ちょうだい、大丈夫、 OK、 じゃあタイマー3分スタートです。もうやめたいことっていうのもありだからね。やめたいことは望んでいることだからね。自分にこれをやめるパワーがない、タバコをやめるパワーがないとか思っている人もいるかもしれない。アルコホールとかなんかの中毒とかゲームとか。それでもありだよ。OK、本当に自分が魂として望んでいることでもあるし、頭が望んでいることでもいいよ。
Alrighty, お疲れ様でした。いかがでしょうか？ね、ちょっとたまにこういうのワークっていいよね。本当に自分の目標をなんか再確認するみたいな感じで。Alright、でね、ちょっと次のワークに入っていきたいと思います。Alright、これすっごい大切なんだよ。で、ぜひみんなね、これを自分のものだと思って、今後ゴールセッティングをやるときに、このテクニックを、もうこれあなたのものです。もう本当に。で、これ教えちゃってください。教えるとね、すっごい、もう本当にこれ子供とかに教えると、マスターになれるよ。僕は YouTube をマジ始めた理由は、教えるためなんだよね。で、なんで教えたいのっていうと、学びたいから。学びたいから教えたのよ。うん、本当に。OK。でね、ゴールを書くときに、本当の心にゴール書くことだったら、ね、抵抗感を感じるはずなんですよ。OK。抵抗感を感じるはずなんですよ。ね。で、どういうことかっていうと、やりたい目標を思いついたときに、無理だよとか、それ危ないよとか、やめといた方がいいよっていう声が頭の中で聞こえるはずです。で、声で聞こえないんだったら、ちょっと紙にジャーナルで書いていくと聞こえるようになると思います。ね。でも、おそらくなんか、キモとか、やばとか、そういう感じでも、その気持ちと感情と向き合うと、論理的な理由も中には入っているのね。ね、実は。ね。ね。で、それを今、紙に書きます。OK？ で、この考え、ね、その瞬間に思ったこと、感じたことを文章にしていきます。OK？ なぜ無理なのか、どんな危ないことが起こりそうなのか、その考えを論理的な視点で書いていきます。OK？ じゃあ、例えば、僕が今やっているナンバーワンのゴール、今実際に動いているのは Vlog っていう新しい動画の撮り方なんだよね。サンタフェっていう、このニューメキシコってもう大自然の中だからめっちゃ綺麗なんだけど、毎回毎回僕はこのスタジオの中でなんか話していて、外で話したいんだけど、だからどうやって撮るのかとか難しいわけよ。で、これをじゃあ僕のゴールとして、ね、あなたもこの中で一つで、ね、何を選ぶかって今ちょっと考えてもらいたいんだけど、ね、ちょっと考え始めながら僕の話を聞いてもらいたいんですけれども、例えば僕のゴールはその Vlog、新しい動画を撮っていく。ね、そしたら、ね、どういう不安が来るのかっていうと、絶対し、あの視聴者が、あのチャンネル登録者が減るよとか、そんなことをやったらダメだよとか、絶対クオリティ低いものになるよって。で、そんなのやったらあなたがダメになるよとか、ね、それやったら危ないよとか、ね、絶対下手なのが出るよ、音声が合わないよとか。で、具体的に、例えば僕が撮影にカメラを持っていくと、ね、レンズが間違ってるよ、音声、風が多すぎるから誰も聞こえないよ、あなたが言ってること。うん、ブレが多すぎるねとか。うん、で、今度実際にそれ編集しようとすると、編集が多すぎるから下手だよとか。終わんないよ、編集の時間が。絶対出せないよとか、いろんなこと言ってくるわけよ。ね、で、I want you to be an expert at this. Okay? I don't care if you ゴールに達成するっていうことより、この声と会話ができるようになる方が僕は重要だと思うんですよ。ね、だからこの自分の抵抗感が聞こえるエキスパートになってもらいたいのね。なので、そのワークを今からやっていきます。今日はそれでやっていこう。で、ちょっとモニタリングでシェアする時間作るからね。Alright。なので、ちょっとこのスライドに戻るんやけど、戻ります。2分間、1つのゴール選んで。で、一番難しいゴールが、ちょっと、だからハードル高すぎるって、もう考えるだけでビビっちゃって、うーってなってるんだったら、ちょっとその下のレベルのゴールの方がいいかもしれないんだよね。で、別にナンバーワンとか、ナンバーツーが難しかったら、スリー、四、五とかでもいいんだけど、まあ、ちょっと挑戦した人は、マジ、今日人生、劇的に変えたい人は、ナンバーワンのゴールをやろう。わかる？なんか待ってるでしょ、人生変わるの。今だよ。今しかないから。ね。なんかあるよね、日本の。今でしょ、みたいな。Alright、じゃあ2分間。ね。このゴールについて感じる抵抗感、感情を書いてください。Alright、ひょっとしたら、ちょっと最初の10秒、20秒は、目を閉じて、その感情をどこで感じるのか。首の周りで感じるのか、胸とか、背中とか、重たいのか。ね、過去からある、いつもある感情なのか、いつもあなたとくっついている感情なのかとか。ね、で、それを感じて、文章に変えていきましょう。Alright。じゃあ、やっていきますので、
ちょっと音楽をかけます。せーの、音楽スタート。ちょっとタイマーつける前にね、ちょっとみんな目を閉じて、その感情を感じてみるといいよ。恐ろしい感情かもしれない。怖い感情かもしれない。あなたが本当だって思っていることかもしれない。どういうことをその感情はあなたに知らせようとしている？やめた方がいいよ。危ないよ。失敗するよ。失敗したらどうなるの？って聞いてみて。失敗するとお母ちゃんから嫌われるよ。お父さんから叩かれるよって言うかもしれないのよ。何々君から馬鹿にされるよって。仕事でクビになっちゃうよとか。よし、じゃあタイマーかけるね。ちょっと今感じていることを文章にしてみましょう。お疲れ様です。どうだろう、みんなちょっとね、いいところかけたかな。ぜひね、もうちょっと時間が欲しいなっていう方は、今日ね、このワーク、このズームが終わったらね、モニタリングが終わったら、もうちょっと考えていっていただければと思います。ね、で、ちょっとこのワークやってる時に、ズームでちょっとみんな手を挙げてもらいたいんだけど、今これやってる時に、なんか一つのね、ことを言われて、こういうの無理だよって言って、なんで無理なのって聞いてみたら、こういう理由が出てくるとか、これだからって言って、なんでそれは悪いのって聞いたら、こういう理由が出てくるみたいな、なんか2段階に掘り下げられた人たちいるかな？ちょっと手挙げてくれないかな？ああ、いるね。そうそうそう。ナイスやな。結構ね、これ2段階とかね。あ、ナイス。いいね。こういうワークをやっていると、なんかその恐怖の下にある恐怖っていうのがあって、そこと相談するともう一つのベースがあって、そこと相談するともう一つベースがあるっていうね。これはね、結構面白い感じで、後ほどおそらくあなたのね、人生でなんか瞑想している時にこういうのが自然にできるようになると、面白いところにね、連れてってくれることにもなるんじゃないかなって思っております。Alright、 じゃあ次のワークをちょっとやってですね、いきたいと思います。Alright、 次はね、これなんですよ。OK。と、ゴールを書いた時に感じる抵抗感についてなんだけど、これね、ちょっと本当に、まあ、1分間もかからないと思うんだけどね。この抵抗感は、
論理を使って解決できることですか？ね。だけど、論理的な解釈法、解法、自分が書いたのに読めない。解釈法を考え、計画を持ち、行動を取れば、解釈、解、解、あの、解決、解決だ！解決できることですか？ OK。もう一回読みます。すみません。OK。その抵抗感は論理を使って解決できることですか？論理的な解決を考え、計画を持ち、行動を取れば解決できることですか？普通の場合は、僕もね、前までは全部論理系で解決できるよって思ってたんですよ。でも今、なんか本当のこと、なんか真実に気づいてきて、自分の内面に向き合う必要があるところとかもあるんだよね。で、本当に自分のセルフワース、セルフワース、自尊心が低いっていうところが原因になっているところっていうのがあるんだよね。で、例えばどういうことかっていうと、僕が Vlog をやりたい、新しい撮影をやりたいっていうふうになってきて、ね、本当になんか風が強くて、で、音がこんなの入んねえぜみたいになったら、ね、じゃあ論理的に、じゃあリモコンマイク使ったら治るのかって。ね、リモートマイクになんか、ちょっとそこにあるんだけど、デッドマウスっていう、なんか風をブロックしてくれる、ふわふわしてるのをマイクにつけたら、そのね、風の音は解決されるのかって言ったら解決されるわけよ。ね、そういう時はリアルに論理的に終わっちゃうっていうことなんだよね。なんか行動をやっていく時に、あ、じゃあ準備しないといけないよね、バックアップ取った方がいいよね、みたいな感じで論理的にパッて終わると。OK？ その抵抗感は、例えば、ね。でも、僕の Vlog のやつはどういうことかっていうと、僕の内面に向かわないといけないんだよね。なぜかっていうと、どんなことをやろうとしても、やめよ、やめよっていうのが出てくるわけよ。で、結局、何を僕に言っているのかっていうと、次のスライドで説明します。なので、ちょっと今、簡単に、1分間も本当にかからないと思うんだけど、ね、もうすぐ音楽と、タイマーかけちゃいます。これは論理的に考えたら解決できること。マジ、直感的にすぐわかると思うよ。うん、これは論理的にやったら治るよねって。これは論理的じゃないよねって。なんか自信がないとか、不安があるとか、ね、ちょっと怖いとか。ね、怖いっていうのは論理的じゃないからさ、どうだろう。お疲れ様でした。それではね、次のスライドでちょっとやりたいんだけど、ちょっとみんな手を挙げてもらいたいんですよね。チャット組も皆さんもちょっとサムズアップかなんか手絵文字見せてもらいたいんだけど、今これが論理的な方法で解決できない、ね、これはもっと内面的に向き合わないといけないようなことだって思った人、手を挙げていただけないでしょうか。手を挙げてくれないかな。お、来てるね。来てるね。お、いいね。いいね。OK。チャット組の皆さんどうだろう。うん。ほぼみんなが論理じゃないっていう感じです。今見ているんだけど。うん。OK。ありがとうございました。よし。じゃあね、次のワークで、やっていくんだけど、これなんですよ。この抵抗感のテーマで、よし、ここ結構でっかいよね。OK。もう、あなたを成長させる自分っていうか、もうすでに全部知っている自分っていうか、ね、ハイヤーセルフって言ったりとか、ね、そういう自分、ね、がいたら、あなたは、この問題、この抵抗感にどう向き合うべきでしょうか？ね、どう向き合っていくのがべきだと思う？わかる？
あなたを成長させる。わかる？あなたのハイヤーセルフ、本当のあなたとかは、このね、なんか外でオンラインコースをやって、ミラクルオンラインコースみたいなのやって、ね、バン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 売れて、あなたがなんかすごい、なんか理想の車ミニを買って、キュン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 街を飛び回ることっていうことよりは、ね、そういうことじゃなくて、そのね、あなたのハイヤーセルフっていうね、もう一人の自分っていうか知っている自分は、あなたの魂が成長することを望んでいるのね。だからあなたがこの低い波動からもっと高い、この実際にオクトーブを変えていくっていうことが目的なんだよね。で、だと思うんですよ。で、そのオクトーブをどうやって変えていくかっていうと、一つは your self-worth。あなたの価値なんだよね。ね、だから例えば今チャット組見ていて、ね、チャット組でなんか話題になっているのはコースを出したいんだけどライフコーチになったりとか、なんかコーチになりたいんだけど怪しいと思われたくないと。OK？ ね、でこれがそのハイヤーセルフだったら、ね、どのようなことを望んでいるのかっていうことなんですよ。OK？ So this is a really really interesting topic that I need to put some little bit of explanation on. OK？ ね、で、ちょっとね、ごめんね、ノート取ったので、ノート、今日のね、ノートを取ったんですけれども、ね、どういうことかっていうと、ね、例えば、こういうことなのね、ごめんね、ちょっと待って、ノート、例えば、自分が、ね、学校にいるとしようよ。ね、または結婚相手でもいいよ。自分の結婚している人が、いつもあなたのことをあんた本当にできない妻だよな。こんな料理しか作れないのかよとか。ね、お前子供の面倒もできねえのかよって責めてる旦那がいて、あなたがその旦那と結婚しているっていうことにしましょう。例え話で。男性の人もちょっと想像してみてください。まあ男性だったら自分の奥さんがあなたのことをすっごいひどい形で使っていく。ね、あんたこれしか稼げないの。本当にできねえ男だね。お前男として失格じゃんみたいな。あ、父親として最高とか、私の友達にあんたのこと絶対紹介できないんだよね。あんたみたいな男なんて私結婚してるなんて。信じられって言うかもしれないじゃん。OKOK、OK, OK。じゃあ、実はこれは自分がこの低いオクトーブに生きている、ね、生き方から高いオクトーブ、本当の自分のありのままの自分として歌っていくステッピングストーン、飛び石なんだよね。実は学びのチャンスが入っているんですよ。で、どういうことかっていうと、普通に論理的に考えると、そういう人から別れるよとか、ね、なるかもしれないんだけど、魂として学べることは、ね、こういうことなんですよ。ね、英語で言うと、I know I am worthy of love, regardless of what others say to me. I know I am worthy of love, regardless of what others do to me. 私は私として愛されていい。私は私として全然他の人が私に何を言ったり、暴力を使ったりとかね、変なことを言ったり、どんな行動をとっても私はありのままとして問題がないんだって。それをその経験を通して学べるわけよ。わかる？どうやったらあなたが本当にあなたとして愛されていいんだ、あなたとして価値があるんだ、あなたとして問題がないんだって、他の人が言うことじゃないんだよ。わかる？他の人が、お前本当パワーねえやつだな、あんたできねえ、お前本当できねえやつだなとか、旦那さんが言ったり、ね、奥さんが言ったり、上司が言ったり、あ、俺できない人なんだって、自分のパワーをその人にあげちゃったわけよ。それ魂の成長じゃないじゃん。自分のパワーを取り戻して、私には、ね、失敗してもいいんだ。私の教室っていうところがあって、私はぴったりのレベルにおいて、それでリスペクトしていいんだ。間違えてもいいんだ。私としては問題がないんだ。私は愛されても全然 OK なんだ。他の人がこういうふうに私を責めたり、上司がこういうことを言ったり、旦那とか奥さんがこういうことを言うかもしれないけど、私は、それと私は別のことなんだ。これが、ハイヤーパワーやな。ハイヤーセルフの、なんか、視点なのね。ね。で、もっとあるんだけど、ね。ね、だから、おめえ、本当にできないやつだな、とか先生が言っても、いやいやいや、いいのよ。ね。
大丈夫なんだよって。なので、その視点から今の抵抗感の問題を見てもらいたいのね。そのハイヤーセルフのこのね、すごい視点から、今あなたがこのゴールに向かってわかる、あなたっていう存在はありのままの自分で響いていきたいわけよ。ね、あなたは豊かに生きたいから、この高い、この世界で豊かな世界に行きたいんだけど、何が起こっているかっていうと、この抵抗感が、こういうふうに動きたいってなってると、ダメだよー。でも公園、無理だよー。いや、お願い、ダメはダメよー。怪しいよー。お前はできない人なんだ。この問題をクリアしないと、ね、あなたがこの問題に自分のパワー、あなたの存在のコントロールがあなたに君はダメだよって言っている人、ね、上司がお前できねえやつなって言ってるやつ、あなたの自分の魂のあなたという存在の一部をその人にあげちゃったわけよ。だからここからパワーを取り戻さないと、どんなに努力して頑張っても、この高いところにはいけないのよ。だから、あなたが求めている答えは、この音とどう向き合っていくかなんだよね。で、どう向き合っていくかっていうヒントになるのが、この質問なんですよ。ね。なので、ちょっと2分間、ちょっとかっこいい音楽かけようか。ね。Eyes of Wonder, I like this one. So I'm gonna put this song on for 2 minutes. で、ちょっとこの Higher Self の視点、ちょっと目閉じて、今僕が話したことをちょっと受け取っていいから、で、後で書いてもいいから、または今から書いてもいいんだけど、ちょっと今感じていることをちょっと紙に下ろしていきましょう。Alright, here's Eyes of Wonder by Caleb Etheridge. あなたはどのようにこの問題と向き合うべきだと思う？本当にあなたには問題ない、大丈夫なんだっていうのが真実だったら、それを確かめる機会かもしれないんだよ。Today's a big day for you。今日はでっかい日だよ、このワークやると。おっきい忘れない日になるかもよ、今日は。あなたのパワーが今日戻ってくるよ。本当のあなたっていう存在。お疲れ様でした。You are unstoppable today. You are feeling your power. This is who you are. これがあなたなんだよ。これが本当のあなたなんだよ。これからあなたはもうぶっ飛ばしていくからね。ね、前、ゆかちゃんがチャリ乗ってる時ね、かっ飛ばしてたんだよ。同じようにあなた人生かっ飛ばしていくぜ。いいこといっぱい起きてくるよ。それではね、もうルームで皆さん、シェアしましょう。シェアタイムやりましょう。でね、本当、いきなりシェアするのってちょっとね、ハードル高いかもしれないんだけど、ちょっと自己紹介をやってね、1人3分、いきなり1人
3分でやります。ね。自己紹介と自分がやりたいことと感じる抵抗感。ね。それについて私が学べるようなその視点をちょっと1人3分。ジョーダンさ、1人3分難しいか。1人4分にしよっか。3、4分。はい、わかりました。オーライ、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、その考え方、ね、自分がどこにエネルギーを使っていくのか、自分を大切にしていくっていうところがね、本当に大切なんじゃないかなって、今噛んじゃったね、自分を大切にするのを大切にしようって。Well, anyway, I hope you enjoyed it. でね、これね、良かったなと思ったら、ぜひ、LIKE ボタンを押してくれれば、で、初めての方ね、まだチャンネル登録してない方は、チャンネル登録していただければ嬉しいです。で、マンスリー、このマンスリーコース、フライトプログラムって呼んでるんですけど、もし興味がありましたら、ね、下に説明欄にね、どうやって入るのかっていうのを説明していますので、そこからぜひチェックアウトしていただければ嬉しいです。 Thank you so much for checking out this video and I'll see you next time.